こんばんは、ジンです。昨日、深夜にライブ配信してたんだけど、メンバー限定、メンバーシップ限定でやるつもりだったのね。でも、そのメンバーシップ限定の配信の設定、がうまくできてなくて、配信自体は全体公開で、コメントだけがメンバー限定になってたっぽい。で、せっかく来てくれた人もたくさんいたけど、っていうか、あんまりどうしようもない状態を全体公開で晒したくなくて、メンバー限定にしたつもりだったからね。見てくれた人には余計心配をかけて、本当いろいろ不手際ばっかりでごめんなさいね。今日は少し出かけてきたの。皮膚科の薬がね、もう、なくなっちゃって、それで、皮膚科に薬だけもらいに行ってきた。天気も良くて、あったかかったわね。前に、私たちが来て、いなくなってた秋とか戻ってきた時、その時に千代子が毎日皮膚科の薬飲み続けたおかげでジンマシンが出にくくなったって喜んでたなと思って、だから私はよくわかんないけど、とりあえず皮膚科の飲み薬も切らさない方がいいのかなと思って、多分。だから、とりあえず薬、飲み薬だけもらってきたわ。やっぱりこれはあんま落ち着かないわね。いつもの、もこもこの部屋着がいいんだけど、今あれ洗濯に出しちゃってて、フードも一応かぶってはいるけど、フードが足りてないの。ここまで欲しい。動画の、私がこうやって記録してる動画にコメントをいつもいっぱい書いてもらってて、で、東京の方とかだったら専門医がいるとか、催眠療法みたいなのができるカウンセリングとか、実家に戻るのはどうかとか、いろいろみんな意見を書いてくれてるのよね。
いろいろ考えてくれてありがとう。専門医に相談できるのが一番いいんだけど、専門医にかかるにしても、カウンセリングとかにしても、相当お金かかるじゃない。ここから東京まで毎月とかでも通ったりとか、カウンセリングも効果自体が、カウンセリングいいところがわからない。どういうところなら合ってるかがわからないけど、それでも一回万単位でお金かかるとか、それは私たちにはまず無理なのよね。あと、実家は、私は実家が嫌いだから、実家に戻る気はないわね。戻ったところで、私の気持ちを、実家が嫌いっていうのを差し置いても、ここより距離ずっと田舎で帰りを見れる医者もいないようなところで、だから戻っても何もいいことはないから戻る気もないわ。今日は、これから、秋との友達、秋と八千代子の友達が誘ってくれて、オンライン飲みっていうの、することになってるから、さっさと風呂を済ませて、準備しようと思う。一応知ってる人だけど、一応しか知らないから、私、そこそこコミュ障なんだけど、大丈夫かしらね。まあ、でも、気が紛れたらいいかなっていう。ちょっとでも気を紛らわしたいなっていう気持ちが強いかな。じゃあ、風呂済ませてきます。おやすみなさい。